われて。なんで留学になったんですか？まあ喧嘩です、普通に。経営者になりたいというよりもナンバーワンショーダンサーになりたかったっていう、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、今日はバーレスク東京のオーナー兼プロデューサーの亮太さんにお越しいただいて、ありがとうございます。いろんなお話をお伺いしたいなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すげえ楽しみでした。亮太さんにいろんな話を聞けるって。前も話もらって、僕も楽しみにしてて、はい。お店をやるとか、僕もやってはいるんですけれども、はい、70ステージぐらい上のことをやられてるんで。いやいや、全然そんなことはないんですけど。どうやってやるんだろうとか、その時の話とか含め、はい、なんでオープンするに至ったのかとか、はい、そういう話も、はい、いろいろ今日聞きたいことだらけなので。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ますそもそも亮太さんって、はい、生まれはどこだったんですか？僕生まれは大阪の生野区っていうところをご存知ですか？はい、大阪行かれたことあります？もちろんもちろん。鶴橋とかご存知ですかね、はいはい、あの辺なんですけど、特徴的に言ったら西成って分かりますか？はい、分かります。あのどういうところか分かります、はいはいはい、あの結構 YouTube とかでも有名なそうなんですよ。だから、まあ、大阪の人は絶対分かると思うんですけど、はい、まあ、そういう意味で、そういう意味でっていうのはちょっとまあ悪いっていう意味で、はい、西成か生野区っていうところなんですよ。そうなんですか。特徴的なところはどっちも同じ学区で六学区っていうところ で、はい、で西成っていうところは皆さんご存知だと思うんですけど、はい、日雇い労働者とか不労者とかが多いところ、はい、うんうん、僕の地元の生野区っていうところは在日韓国人の方がすごく多いところなんですよ、はいはい、そうなんですね、はい、そういうところで自分のところは日本の学校なんですけど、自分のところの学校に在日韓国人のいわゆる3世という人たちが、はいはいはい、まあ、3分の1ぐらいいてるようなところで、はい、でそれ以外にもそんないっぱいいるんですか、はい、それ以外にも韓国とか朝鮮学校とかが多い地域でしてね。じゃあめっちゃやんちゃボーイズたちが多そうなすごい、はいはい、なかなかすごい、亮太さんって学生時代ってあのろくでなしブルース世代ですか？僕はビーバップハイスクールです。あー、なるほどなるほど。ボーイズ何歳ですか？僕今年で40ですね。あ、40、あ、なるほど。僕47なんで。あ、じゃあ何個違うんですね、はい、だから中学1年生の時にビーバップハイスクール、ビーバップハイスクールご存知ですか？あ、もちろんもちろん。ビーバップハイスクールの映画が中学1年生の時にあったみたいな。なるほど。じゃあぶっ込みのタクとかも途中で被ってます？ぶっ込みのタクね、そうですね。そうです。じゃあもうあんな世界ですか？あんな世界ですね。あ、本当に。じゃあ亮太さんも漏れずに漏れずにやんちゃな。そうですね、そんな感じでしたね。その頃のなんかエピソードとかどんな感じの、はい、まずその面白く話するので言ったら道徳の時間ってあるじゃないですか、はいはい、で道徳の時間の時によくあるのが、まあ、日本と韓国とかの、まあ、歴史の話の中で、まあ、どっちかって言ったら日本人が韓国人をいじめてたっていうことの話で、うんうん、差別はしたらダメだよとか、はいはい、いじめたらダメだよっていうのを学校で教えてもらう。でも実際に生野区で起こってることっていうのは韓国人の人に日本人がいじめられてるっていう。なるほど。パワーバランスがね、そこはちょっと違うんですね。やっぱりあのパワーが違うんで。すごいですもんね。パワーがすごいんで、うんうん、実際にはそういうこと起こってて、あれみたいな。教えてもらっても違うぞみたいな。あとは僕の話は、まあ、僕ラグビーやってたんで、はい、ラグビーは先生が怖かったんで、はい、結構真面目にやってたんですよ。はい、だからまあなんかやんちゃしてたけど、まあ、ほどほどそのスポーツ精神もあったぞみたいな。ぐらいで、そこがまあ今となったらファッションとかみたいな感覚でその不良する部分ってあるじゃないですか、はいはいはい、制服とかもかっこいいし、 そっちの方が、うん、あと好奇心でちょっとタバコ吸ったりとか、はい、こういう髪型だとか、うん、パーマ当てたりとか染めたりとかっていうのはファッション的な意味合いでやってただけで、うん、実際にはスポーツやってたんで思いっきりそこから道に外すことはなかったなっていうのは。あ、そうなんですね。よかったなっていうのは、たくさん友達が道外れた中、はいはい、そのままその道のプロに行かれてる方とかも多いんじゃないですか。そうですね、よかったなっていう。で高校までそこにいらっしゃったんですか？そうです、はい、まあ、高校はもう僕1ヶ月ぐらいで辞めてしまってですね、はい、高校をすぐ停学になった時に夜の仕事に誘われて。なんで停学になったんですか？まあ喧嘩です、普通に。全然ラグビーやってるからどうなっていいのか。はい、普通に喧嘩もずっとやってたんで、はい、高校行った時にそれこそ西成区の人とか生野区の人とか、まあ、みんなその集まるようなクローズの一年戦争みたい、はいはい、まず一番決めようよみたいな。もう喧嘩ばっかりなんですよ、うん、あの入学から、はい、でもう入学から
1週間目に定額なって、うん、でまあ、学校行きたかったんでごめんなさい戻してくださいって戻ったんだけど、もう1回定額なった時にもう学校行けないなって思った時に、ちょうどだから5月まだ覚えてるんですけど、5月の段階で学校を定額中に水商売にスカウトされて、うん、なんとなく面白そうだなっていうことで、うん、15歳で僕夜の仕事入ってたんですよ。でそれはまあ六本木とかみたいなところじゃなくて、うん、東京でいうとちょっと竹の塚とか上野みたいな、うん、はいはいはい、ちょっとだから新宿六本木渋谷じゃなくて、ちょっと下町っぽい、ちょっと下町っぽいところの歓楽街ってあるじゃないですか、うん、まあ、そこでデビューして夜の仕事、そこから僕ずっとやってね、その時は夜の中どういう仕事だったんですか？カラオケパブで、でその時僕少年隊とか光源氏もありましたね、少年隊とか光源氏とか、あとマイケルジャクソンとか好きだったんで、うん、オーナーに言って僕らカラオケでダンスとかやっていいですかとかね、でお客さんになんかちょっと少年隊やってよとか言ってまあむちゃくちゃですけど少年隊の踊りとかして、でお客さん笑かしてたみたいな。じゃあその時がじゃあいわゆるショーとかを始めるきっかけだったんですか、ね、はい、そうです、その時がきっかけですね。そうなんですね。それ何年ぐらい続けられてたんですか？そこにいたのは2年ぐらいで、うんうん、でその後あのマハラジャご存知ですか？マハラジャグループ、クラブ、ディスコですね、はいはいはい、で当時マハラジャグループっていうのが全国に150件ぐらいありまして、はいはい、でちょうどそのバブルの全盛期だったんですよ、うんうん、その時に東京で言ったら上野で働いてるんだけど、いつか六本木渋谷新宿で働きたいなって、はいはい、僕もそんな感覚で、うんうん、大阪の南っていうところで行きたいなと思ってて、うんうん、でそこでその全国のマハラジャグループ超有名な、はいはい、超イケてる日本一のマハラジャグループに入りたいっていうことで、うん、でそこに入ったんです。その僕はディスコじゃなくてマハラジャグループの中のショーパブ部門っていうのがありまして、はいはい、ジャニーズみたいな感じの男の子が、まあ、ショーをやってお客さんが女の子みたいな。いや、じゃあステージを立つ側のあれだったんですね。はい、経営者になりたいというよりもナンバーワンショーダンサーになりたかったっていう、うん、あ、そうなんですね、感じですね。でもそのマハラジャでそういうステージに立つっていうのは結構難しいことじゃないですか？そうですね、まあ、競争とかはまあすごくあったんですけど、うん、まあそんなことはまあなかったですね。どうやって勝ち得たんですか？僕の場合15歳からやってるんで、うん、結構そこである種ローカルの方がお客さんもいないし、うん、お客さんもきつい人多いから、うんうん、お金も使わないんで、うん、僕がその、一番最初南に出た時に、あ、すごく簡単だなって思ってしまってたんですよ。またその時17歳だったんですけど、その2年間要は修行したわけじゃないですか、はい、いわゆるきついところで、はい、だからなんか入った瞬間に、あ、すごく簡単だなって思ってしまったんですよ。だからすぐに馴染めたし、うん、あ、その時18とは言ってたんですけど、うん、あ、18歳なのにすごいねとかってお客さんとかにも言われる、うん、言われる感じで普通にこなせてたんで、2年間がまあ無駄じゃなかったなっていう きつい環境の、なんかその初めてそこで、あ、でも簡単だなっていうまでコツつかむ、これがきっかけで、はい、結果が出るようになったとかそういうこととかあったんですか？言っても夜のそういう世界厳しい世界じゃないですか。でも簡単だなって思えるって、はい、どっかで多分、はい、あ、こういうことねっていう、はいはい、なんか何かを掴むわけじゃないですか。僕の場合はなんか入った時にちょうど思ってたのが、後から分かったんですよ。その時はそんなに分かってなかったんですけど、はい、その要はバブルで本当に簡単だったんですよ。もうジャブ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 してたイメージ、本当いわゆるなんとなく想像の世界の、うん、本当にジャブジャブしてた世界で、うん、みんなもうお金をもう巻いてたような状態の中で、その逆に言ったらすぐにそこに入った子って深いところが分かってないと思うんですよ、うんうん、で僕の場合その中でジャブジャブしてた世界で、僕新人だったからあんまり相手してもらえなかったところを、すごくオーソドックスにすごく丁寧に人よりたくさん接客したような感じですよね、うん、普通に接客してなんか普通にありがとうとか言ったりとか、うんうん、普通に10万円使ってくれたら、まあ3万とか返せないですけど、お金なかったから、まあ、3000円のもの何か買って返したりとか、なんか18歳なのに、うんうん、そういうなんかね、あ、営業マンとして当たり前のこと、要は僕ら水商売って自分が商品 でなおかつ自分が営業マンなんですよ、うんうん、商品と営業マンを両方する、うん、で僕の場合は18歳で新人なんで、商品としては全然まだまだなんだけど、営業マンとしては多分僕すごく長けてたと思うんですよ、うん、でじゃあ僕商品として良くないから、じゃあ営業頑張ろうっていうところで頑張ったのがすごくうまいこと言ったと思うんですよ、でもそのいわゆる表にステージに立つ側の人間が、はい、そのもう一個営業マンとしての自分っていうのを持つって、そう考えれる人自体がなかなか
少ないですよね。まあそうですよね。自分は表立つ演者側だから、はい、そうですってなる人がいっぱいいるんですけど、みんなそうだったと思います。もう一人そのプロデュースする側の営業マンとしての自分がいるわけですよね、はい、それも自然となんか、そうですね、自然とっていうか本当にさっき言った15歳の時のその厳しい環境の2年間が、は生きたと思います、はい、なるほど。でそこから、そこからなんかもっとお金が欲しいとかって言ったら、多分ホストクラブに行ってたりとかしてたと思うんですよ、はい、で例えば、まあ、店長とか経営になりたいって思ったら、まあ、そこのお店で店長を目指したりとかすると思うんですけど、それとか、まあ、それこそもう早い段階でちっちゃいバーするとか、で僕の場合はある程度次のそのフィールドとして何やりたいかっていうところが、やっぱりそのショー、ナンバーワンショーダンサーみたいなのにすごくなりたかったんですよ。で当時僕も東京に16歳17歳なりに東京のショークラブに見に行ってた時に、その時に当時日本一って言われてた A プロジェクトグループっていうところがあって、六本木の金魚とかっていうところがの、その後にできるんですけど、そういう大型の設備もすごい、いかにも何億円かかってそうなショークラブがすごいなっていう感じで見てて、でいつかそういうところで働きたいと思ってて、もうそれが、僕が21歳の時に大阪にできたんですよ、はいはい、でその時に、まあ、ちょうどスカウトをしてくれてですね、はい、で、あ、じゃあ僕ぜひ働きたいですって言って、うん、それが19、20ぐらい、21ですね、21の時、はい、じゃあその時はまだオーナーっていう立ち位置ではなく演者で、どんなステージを発してる感じ、はい、っていうことですよね、日本一のなんか芸能人とかになりたいんじゃなくて、日本一のショークラブのショーダンサーになりたいみたいな、うん、っていうことですよね、はい、でそこから、そこからまあすごいちょっとしたことで喧嘩して辞めてしまったんですけど、うん、またこれですか、グーですか、もう18ぐらいにそれはもうなくなって、そんなんはで、まあなんか、まあ、すごくしょうもないことで辞めてしまって、うん、でまあなんか行き場がなくなって、でなんか経営者になりたいんじゃなくて、もう自分で店するしかなかったんですよ。自分がステージに立つためには自分で作るしかないみたいな、はい、いや、まあステージってそんないい格好するあれじゃなくて、もう食べていく庭ぐらいの感じですね、うん、でなんか今更そんなたくさん知り合いとかいてないのに、なんとなく感覚的に21歳ですでにアルバイト募集見て面接行けないような気持ちになってたから、うんうん、はい、もう自分でするしかないなっていう、今更自分がどっかで一からっていうよりも、そうです、はい、追い込まれた感じで、どっちかやったら店やるしかないなっていう感じで、うん、で21の時に店をしたっていうのは、華々しくしたっていうよりもしてしまったって感じですよね今考えたらむちゃくちゃ危なかったと思いますよ。よく考えたら本来まだ何も分かってないのに、やっぱりもっと勉強できるようなところに行った方が早く成長してたと思いますね。むちゃくちゃその自分でやってしまって、もう要は今でいういい店っていっぱいあるわけじゃないですか、はい、で自分の店なんか何もないお店で、知識も能力もないし、うん、箱も最低の箱でお客さんも来ないし、うん、でなんかなんとなく営業は得意だからなんとなく潰れなかったし、うんうん、っていう中途半端な状態で何年間もやれたっていうのは、僕の人生の中で僕はだいぶマイナスだと思いますね。もっとスピードよくいけたことってあったと思う。例えば逆にだ、潰してた方が勉強になってたと思うし、生意気なこと言わないでもう一回日本一のどこどこのお店に働きに行きたいなっていう気持ちで修行行ったりした方が、する4年間ぐらいにした方が、まあ、その時はすごく良かったなと。一番やっぱりその時期っていうのがもう自分の中で腐ってたなって思いますよね。普通だと初めての挑戦で自分のお店をやってそれを何だかもちろん大変なこともありながらも、はいはいはい、あの手この手で潰さないようにするって、どちらかというとそれがあったからこそ今って捉える人多いじゃないですか、はい、あれいらんなっていう感覚なんですね。そうなんですよ。だからすごいもったいない4年間だったなって、中途半端ノープランでやったからっていう、ノープランでやって、でもそのお店やるにもそのお金がかかるじゃないですか、はいはいはい、そういうのどうしたんですか。一番最初スナックを12時までやって出た人がいててですね、うん、1時までやってたのかな、うん、で僕が2時から借りてたんですよ。で貸してくださいって言って、うん、家賃だけ払っていいですかみたいな感じで、うん、だから本当に0円ですね。あ、そうなんですか、はい、0円でそういうのもあって続けれるみたいな。そうです、はい、で3日分のお酒だけ買ってみたいな感じでスタートした感じで、0円スタートです、ね、じゃあ逆に大きく自分のやりたいように考えて勝負してなかったがゆえに、はい、かつそういうまあいろんな条件を含め、はい、なんとかなっちゃうがゆえに、はい、逆に時間がもったいなかった。そうなんです、はい、
village. Crazy, stupid, unbelievable. His life is a story of a man who never gave up and never gave in. Challenging the world's greatest soccer player, a pro Muay Thai fighter, a legendary world boxing champion. Always in their field, recording all losses and a lot of injuries. After dropping out from an elite career, he launched his publishing company, North Village, and has been releasing multiple best-selling titles. In addition, he now operates more than 30 hookah lounges around the world, including Machu Picchu. Always following his selfishness to the extreme, he's made all his dreams into a reality. He is a samurai pirate and the captain of North Village, known as Mr. Waragaki! Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.